こんばんは、さちゃありがとう。めっちゃメイク薄いです。めっちゃメイク薄い。今日眉毛も描いてないかも。眉毛結構もともとある派なんで描かなくてもいいんだけど。そうそうそう、ありがとう。さちゃさちゃありがとう。こんばんは、来てくれたありがとう。今日最後の稽古が終わりました。レンジの稽古を使ってありがとう。最後っていう実感はあんまりないくらい、それ楽しかったです。今日はね、ほんと特に笑いましたね。私も稽古中めちゃくちゃ笑ってるんですけど、面白すぎて特に笑いました。今日毎日可愛い、優しい、ありがとう。やっとついに明日は本番ということで、緊張真っ最中でございます。まあ何の確認かというと、こう後ろ向いた時めちゃくちゃ今近かったから、どんぐらい近いか見たかったっていう確認。そう、軽く前座の紹介動画、どんなのなんだろう、わかんない。確かに映像流れて回すとか言ってたけど、どういうのが流れるとか全然聞いてないから。っていうか皆さん X 見ましたか、軽くのグッズ可愛すぎません？そっち可愛すぎてびっくりしちゃって、あのその演出の方に、あのグッズって買えますかね聞いちゃったもん、欲しすぎて。絶対買うから、あれみんなお揃いにしよう。めっちゃタイプ、かき氷食べてるさっちと思って。まさかね、そうそう、なんかあ、財布も軽くしちゃって、いっぱい重くして持ってきて軽くしちゃってさらっとすごいこと言うね。あのね、あのまあビジュアル撮影の時にかき氷とかも撮ったんですけど、これは何に使うんだろうずっと思ってたのね。グッズなんだと思って。そう、めっちゃ可愛い。アクスタもありますよ、皆さんアクスタ、私たちアクスタ大好き。みんなもよくアクスタを、ね、色のとこに連れてってくれてるのでそう、サッチあんた魔性の女違うよ。軽くめサッチのことをめっちゃ笑っちゃう。え、笑って笑って、もう周りの方が面白すぎて。そう、サッチはいろんなことを学ばせていただいて、そう毎日笑わせていただいて、マジで面白いの、本当に面白いの。ありがとう、サッチはいつも可愛いねって言ってくれて。だから皆さん楽しみにしておいてください。あ、ちなみにグッズはネットでも販売してるので、もしよかったら、まあ、買ってみてください。ネットでも販売しています。グッズはネットでも買えるので頑張ってください。ありがとう。そう、通販あるので、もしね、ちょっとこの4日間、明日から4日間は行けないよって方もグッズは販売してるので、ぜひ。いや、私の東京生活あっという間でしたよ。今日も可愛い、ありがとう。やばい、靴下にくっついてる、靴ずれの。
ット版が。あ、ここまで来てくれてありがとう。あれ、そう、靴がね、革靴だったから。水飲んでた。今日はウーロン茶。なんか、お見舞い行ったんですよ。台湾ウーロン茶って。台湾味は分かんないんですけど、なんか台湾らしいですよ。そうで、サッチの東京生活が幕を閉じようとしています、そろそろ。あと4日。どうなんだろう、4日ってどんぐらいのペースで。ちょっとリコチさんにもらったチーズで、リコチさんがくれたの1個だけ。これ美味しいよって言われて買おうか迷ってたら、6個あるからあげるって、優しい。マジでリコチさん大好き。なんかリコチさんといるとなんかめちゃくちゃ話しちゃう、爆弾トークしちゃうなんか何でも聞いてくれるから。食べてみる。うん、うますぎやろかい。ドゥン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 知ってるみんなこれウータンとよくやってるんだけど、うますぎる。え、おいしいよ。ちょっと、あ、これはやばい。リコスさん、もう一個ください嘘です、本当だけど、本当だけど、うまい、やばい、これが一緒なのかもしれない。美味しいと思うもん結構一緒なんですよね。マーラータンもいっぱい一緒に食べに行ったし、やばい。皆さんおすすめです。お母さんは見てませんかね。見てたらちょっと怒られそう。チーズですよ、はい、今見てるお母さんへ。チーズなんで、はい、失礼されました。やばい、広島帰ったら爆買いしよう。うん、お腹いっぱい。今日さ、待ち時間、待ち合わせ時間でさ、めちゃくちゃ遅れそうだったの。だからなんかさ、なんか広島とかだったら、あ、でもなんでもない、電車乗るわ、全然電車乗るわなんか電車の時間があるからさ、絶対さ間に合わないとさ、もう遅刻確定なの。あの爆速走りできないからさ。そうだから、
本当に今日朝時間なくて、そうだから髪の毛もメイクもせずに出て、そう前髪も巻いてないのだから。でも間に合いました、よかった。都会は大変ですね、電車の時間から。なんか結構どんどんこう来るイメージだけど、意外と3分後とか5分後とかだからさ。でその3分とか5分ってさ、意外と大切じゃん。だから一本逃してもいいやっていう感じで生きてると危ないですよね。通りすがりのものでさ、こんばんは、あ、よかったです、ぜひ沼ってください。さらっとね、さらっとちょっと引き込んでみる、大事ですからね。やばい、チーズにはまるのわかるかも、リコチさん。え、そう、5分は意外と、そうなんですよ。そうだね、なんか東口とか右西口とか結構離れてるからね、間違えちゃうと。テスタン出し早そう。え、え、てか今日もう今日じゃないか。そう、高校時代の友達に会ったじゃないですか。あと高校っていうか、まあ小学から友達なんですけど、その子。そう、こんにちは、来てくれてありがとう。出口は毎回ガチャ。え、出口ガチャしてるんですか。なかなかあれですね、強いですね。だって逆に出たら結構違ったよ。こんばんは、来てくれてありがとう。うち、こんばんは、来てくれてありがとう。ついに明日が本番だ。緊張しますね。電車乗り換えさ、実は意外といけるタイプだったみたいで、迷ってないです、一回も。やったね。そう、わかる。新宿も行ったんだけど、ルミネに行きたくて、でもルミネにどうやって行けばいいのかわかんないぐらい結構ごちゃごちゃだった。意外と大丈夫でした。これは東京でさ、もしかしてサングラス買っちゃおうか。そう、ルミネが難しかった。他はでもなんかさ、駅出たらさ、いろんなところで看板みたいな、なんか今の私はこっちですとかさ、やればできる子やった、そう、なんかいっぱい書いてあるからさ、なんかそれに辿ってったら割と自分は行きました。あと何番のび乗り場とか書いてあるから、それ見たら行きました。まあ結構同じ電車だったからっていうのもあるけど、あんまりね行動範囲広くなかったので、ちっちゃありがとう。でもわかる、なんか地下にいて、なんか地下の路線と地上の路線が違うみたいな、それは確かに迷った。なんか矢印がまっすぐじゃなくて、なんかグニョンみたいなのがあって、なんとか線はこっちですみたいなやつがグニョンってところ、どれが分かんなくて難しかった。
でも分かりました、まあ、来てくれてありがとう。ルミネめっちゃ好きな、もうめっちゃもう東京、まあ、この関東の方にしかないブランドがいっぱいあって、もうお洋服いっぱい欲しいもん。でも厳選でしましたけど、エブリンの服買いました。もうメリージェニーが可愛すぎて、あの試着とかはしたんですよ。そうエピングも可愛すぎて、そうなんか私が好きなブランドなんか広島なかったです。エピネとかエブリンとかね、うん、マジでタイプ、もうメリージェニーが可愛すぎて、もう試着とかし、あとオリーブでオリーブ可愛すぎて、もう頭抱えました。もう欲しいのが今だってもういいねが、え、そうフルーツジッパーとコラボしてるよね、いいねがなんかそのね、なんかまあその時は、まあ、全部一気に買うのはちょっと危なんかまあちょっとね、あの結構ね、まあ、素晴らしい値段にいっちゃうので、そういっちゃうから、とりあえずね、とりあえずネットにいいねしてるんですよ、欲しいのもうね5個ぐらい、もう 10個ぐらい溜まる10個ぐらい溜まってる絶対。え、なんか肩かゆいなと思ったら蚊に刺されてたわ、今肩かいてる。で可愛い、やっぱメリージェニーやばいなと思って、そうめっちゃ可愛いのがめちゃくちゃいいね押しちゃった、メリージェニーやばい、私の心をズッキュンバッキュンドッキュンってしてきた。メリージェニーはねダメ、もう可愛すぎてダメ、怒るサッチーが、全部可愛い、もう本当に可愛かった、もうどうしよう。でもまあせっかく来たしと思ってね、買おうかなっていうね気持ちも、まあ、買ったのは買ったんです、エブリンの服買ったんで、今度お話し会で着ようと思ってるんですけど、エブリンの服は買ったんですよ、ちょっとせっかく来たから。そうでもメリージェニーに行ったらもうまた私の心をくすぐる服が出てきて、こりゃ大変だってなりました。ワンピ、ミニワンピがめっちゃ可愛かった、あとズボン、メリージェニーは大阪、なるほどね、大阪まで行けばいいのか。でもさ大阪でもさ広島から行ったらさちょっとかかるじゃん、やっぱだからやっぱり全部買うべきかな、どう思う、みんなだったらどうする。お洋服って買っちゃうよね、確かに買いたいときはベストタイミングは、それはわかる、そうなよ、そうなよ。あ、ちょっとめちゃ、あ、みんなお店ごと買えますよ、強すぎる、サチもしたいよ、そんなん。そう遠くから歩いてくるサチってやば、懐かしい。そう、星さんコンディションしそう、どういうこと、ありがとう、褒め言葉よね、でもすごいめちゃくちゃカイナーコメントが、でもそうなんよね、いつでもおしゃれでありたいの、私はモデルのお仕事したいしそういつでもおしゃれだから、インスタ始めたいんですよね、インスタしたいな、ファッションのことあげたいんですよ。あっちはこう見えておしゃれ好きなんですよ、いつも T シャツ着てるけどいつも T シャツ着てるけど、そっちおしゃれ大好きなんですよ。みんなじゃあちょっと STU さんに送ってください、サッチーのインスタが 見たいですってそう、サッチーいつもさショールーム T シャツじゃん、そうだけどファッション好きだし、あとねガーリーのブランドが好きなんですよ、だってちょろいからさ、あのガーリー似合ってるねって言われて、あ、超ガーリー
きようかなと思ったらもうガーリンも虜になっちゃって、今はねガーリン大好きなんです。もうメリージェニーとかも本当にドタイプ、あんまり可愛い。あとオリーブでオリーブとかナイスクラップとかエピヌとか、エピヌやばいな、あやばいやばい、あこういうのうるさいと怒られちゃうからエピヌとかエブリンとか大好き、あの辺大好物、もぐもぐ、ガーリー大好き。そうだ、インスタ始めたら私の T シャツ姿以外が見れますいつもね T シャツ着てるから、レッスン着とかはやっぱ T シャツなんてね。そう、まあやっぱギャップ狙ってるみたいな。ゴスロリってどれになるの？アンクルージュとか可愛いなと思うよ。ゴスロリもアンクルージュとかロジータとか優しい T シャツっちも好きって。そう、まあオフなんだね、楽な姿で痛い。なんか今正座してたの、あの靴じゃなくて足しびれちゃった。スタート東京ってのは、そうモデルとしてラーメンもある、ラーメンって聞こえたね今、ラーメンも歩かせていただきます。ドキドキ。エピノとか好きな人って誰だろうか。もうね、サーヤさんの服装は私マジドタイプなんですよね。メリージニーの、うん、お洋服よく着てらっしゃる気がする。こんな来てくれてありがとう。ちょっと水飲む。襟スウェットとか可愛いよね。でも秋になったら着れる今服が3つあるので早くみんなに見せたい。さいたちちありがとう。そう、売り切れちゃうからね、すぐ。お話し会次、ま、9月23は秋服まだ早くない？9月23はちょっと、そう、こんばんは、来てくれてありがとう。マジで最近なんか服の物欲がやばい。もう欲しいのいっぱいある。今日から秋でしたっけ。そうですよ。でもさ、最近夜涼しいよね。ここまで来てくれてありがとう。そしたら今年が大音芸人。どういうこと、どういうこと、大事芸人、芸人だったの私ってどういうことだ、占い師もしかして。ラーメン食べてないよ。ラーメンは禁止中です。セーターティーがどんどん入って、自白系男子ですね。誰の方買ったんでしょうか。浴衣に最高に可愛かったら、え嬉しい。浴衣写真、ゆらさんと食べに行けてないよ。
そっち舞台終わったり来ないって言ってたんだけど、サチはその後東京へ旅立ったので予定が合わなくてまだ行けてないです。そう、移動着も可愛くしたいから可愛いアウターを買いました。そう、移動着もいつでも可愛く、ちょっと髪の毛こんなに余白。そう、移動着とかも可愛く言いたいの私は。今までは本当に T シャツとかだったのね。あとそう、なんか一泊旅行じゃなくて一泊泊まる時とかあるんだけど、それも可愛くしたいか可愛いトートバッグを今探してる。一泊分入るぐらい。今までね、もうリュックサック買るってなんか本当に今からおばあちゃん家行きますみたいなコーデで行ったから、行ってたから、ちょっとそれは卒業しようと思いました。私はちょっと変えよう。首が痛くなってきたからこっちにチェンジ。可愛い T シャツもあるよね。でも確かに、あしゃトムさんありがとう、タワーお城タワーありがとう、トムさんありがとう。ちょっと首痛かった、さっきやっぱあの角度首痛いわ。やっぱこっちでするべきだね、その力持ち。いやいやしてたね、慣れない関係よく思ったね。よくやったね、ありがとうありがとう。慣れない環境、確かにね、ホテル生活2週間ぐらいか、2、3週間、初めて。ありがとう、4公演頑張ってきます。そう、でも楽しかったです。稽古も休日も、あとは4日間本番をして、私はお母さんのご飯が食べたいです。みんな生誕祭のチケットまだ販売中なので、完売元も完売なんていうんっけ、完売願望なんていうんっけ、こういうの完売願い合ってるかな、日本語完売目指してるので、ぜひ予定があれば来てほしいです。絶対にぜひじゃないです、来てほしいですこれが私の気持ちでございます。完売したらさ、その本番までに、本番までに完売したらさ、もう買えませんって出るのかな、一般チケット。どうなんだと思う。はってでも行きます、え、頼んだよ。もしはって着いたらサッチっていう治療薬があるので頑張ってえ、じゃあさ、その26が本番でさ、25の18時ぐらいまでだったの確か、ごめん違ったらマジでごめんって感じなんだけど、それまでに出るってこと、それともそれまで、え、本番まで完売したかわからんってことよね。なんか髪の毛いるんだけど、ここに。もうやだやだ、かゆいってば。え、どう思う。会社は無断欠勤していきます。いいね、最高。ダメだよ。あ、ダメだよではないけど。なんだ。髪の毛が一本かゆい。どっちなの？当日に出るのかな、当日まで分かんないのかな、売り切れたか。決済日で完売かどうか把握できる。え、どういうことどういうこと、前髪ボサボサだち。やばい、完売してるかな。完売したらさち飛んで喜ぶ。
飛んで喜びます。ジャンプジャンプ。当日券なしって出たら完売ってことか。26までは分からんってことよね。ドキドキですね。26までちょっとアイラインは引いてるんですよ。1本ほんのり。どうなるんでしょうか。今日さ、久しぶりに高校時代に友達会ったらさ、今日じゃないわ、この前久しぶりに会ったらさ、なんか目の下のほくろでかくなったって言われてたんだけど、絶対気のせいなんだけど、そう、すいません、どうでもいいですよね、そんなこと。絶対気のせいなんですよね。行きたいんだけどね。嬉しい、でも行きたいと思ってくれて嬉しい。来てほしい、マジで来てほしいです。やばい、手紙もうどうしよう、何書いてるか分かんなくなってきた、もはや考えすぎて。そう、もし変な日本語言ったり変なこと言ってても、あ、たくさん考えてるんだろうなってちょっと優しく見守っといてください。皆さんに布教活動、本当にちょっとよろしくお願いしますって感じです。頑張ってください。嬉しい、ありがとう、初見さんだ、ありがとう、嬉しい、応援ありがとうございます。すいません、すっぴんで。いや、すっぴんはそうだな、ちょっとすっぴん、アイライン1本だけ。だってスティッチありがとう、ちょっと急いでるんだろうね。そう、こういう日もあっていいんですよ。ただスティッチありがとう。いや、グッズ本当におすすめですよ。はじめまして、昨日沼落ちしました。昨日何があっただろう、ショールームかな。嬉しい、サッチーです、曽我咲です、 ST43 期生、ありがとう、嬉しい、きっかけをぜひ教えてください。頑張ってください、ありがとう。ちょっといろんなとこ書いてるね、さっきから痒いんだもん、いろんなとこが。なんか光の影もちょっとおかしいな。まあ、いっか。こんばんは、来てくれてありがとう。こんばんは、来てくれてありがとう。アンジービー、アンジービーってなんだ、わかんない、お姉さんのブランドなんか、アンジービーちょっとわかんない、後で調べよう、シルムあったら調べちゃおう。ピエン、ピエンだ、私ちっちゃい、ありがとう。なんか最近もなんか記憶がないぐらいコテって寝落ちしちゃうから、本当に気をつけないとね。20分からか、興味本位で 2.5 回その配信一目ぼれしました。待って、嬉しすぎて泣きそう、結構ガチ嬉しい、ありがとう、興味本位で嬉しい、その興味を持ってくれて、やばー、嬉しい、一目惚れしてくれたの、ごめんなさい、すっぴんで、くぅ、ありがとう、頑張ろう、これからも、そういうコメント本当嬉しい、ありがとう。ぜひ沼ってください。沼ってくださいってこんな軽く言っていい、まあいいよ、ありがとう。
そう、推しメンターで最初見てみようかなくらいか、嬉しい、それなのに、それなのに、そんな嬉しい、それがクーとか言っちゃった、クーそう、アンジービア元 NNB の村瀬さえさん、そうなんじゃ、舞台明日あるのでぜひフォローもありがとう。プライムで、あ、この子好き、推しメン、まあでも分かる、サチもなんて言うんだろう、あのちょっとしたことで結構好きになっちゃう、ね、なんかきっかけってなんかどこに転がってるか分かんないよね。こんばんは、明日行きも楽しい、嬉しい、ちょっと緊張する、あのね、もうね緊張するよ、私はもうすごくめっちゃコメディなので、かわいい、え、嬉しい、今日初見さんがたくさんいますね、嬉しい、ありがとう。わあ迷うな、みんなにおしゃれな姿を見せたいし、おしゃれ好きだし、でいつでもおしゃれでいたいし、モデルのお仕事したいしちょっと買おうかな、お洋服、目が合った気がする、ずっと見てますよみんなのこと名もなき、え、待って待って、名もなき音、あ、びっくりした、本人さんかと思った嬉しい、ありがとう。そう、でも今 T シャツっていうあれと言葉と構造が合ってないもん、え、でも一応ちょっと、まあこれはあのプレゼントでいただいたもんなんですけど、ちょっとマウジー着させていただいてるので、いい女なんですね私はそう、そう、ちょっと買っちゃおうかなと思って、だってこっちの方にしか、こっちかネットしか店舗がないんですよ、で大阪は多分行かないし、さっちめったに行かないんですよ、旅行とか、買っちゃおうかな、結構そういうのをお母さんとかに相談するんですけど、そうで、この前さっきも相談してたんですけど、なんかお金の使い方も勉強だからどっちでもいいんじゃない、さっきさけちゃん次第って言われましただから私に全て選択肢が今委ねられています、どうしよう、マジで迷ってる、マジで迷ってるの、ガチ悩み、これないんだもん、あとめっちゃ可愛いんだもん、マジ悩んでる、そう悩んでるんですよお母さん深いっす、顔顔顔顔、あ、顔を買おうか、なるほどね、そう、わ、確かにその服を着たところでね、着たことでそこのブランドさんが見てくださって、あ、この子カタログに採用しよう、ぜひぜひサッチに来たしってて、本当に本当にこんばんは、来てくれて、こんにちは、来てくれて、いや、母は偉大なりで、マジそれな、本当に毎日思うよ、毎日思ってる、そう、え、でもね、もうね、サッチね、1万円の服とかね、いや、ごめん、1万は嘘だな、8700円だ、ん、違う違う、8700円ぐらいかの洋服を買ったの、そう、せっかく来たしと思って、だからでも普段そんな8000のお洋服なんて買わないから、そう、結構もうなんか結構満足、買ったっていう満足はしてるんですよ、でも可愛いお洋服がどんどん出てくるからもっと欲しいってなっちゃって、クーって感じ、今悩ってる、金額的には結構買ってるかも、枚数は2枚だけど、
そうなのよ。そう、ちょっとお互いを買っちゃいました。せっかく来たし、こっちにはないブランドなので、あとね、そう、え、みんな、あ、でもなんて言うんだろう、エブリンで買ったんですけど、なんかガーリーなんだけど、生地感がスウェット系で、あの襟がセーラー系だから、あのガーリーすぎない、ブリブリって感じじゃないから、めっちゃタイプで買っちゃったの、ワンピース。みんなに見せたいですね、早く冬になったら。冬じゃないか、秋か、ちょうどいい。で、色はライトブルーで、青だから透明感。そうだ、さっき今日すっぴんなのよ。なんぼですの、え、それがなんか9000円くらいだった気がする。いや、高いですよ。そう、でもマジで気に入っちゃったし、さちワンピースが好きで、最近ミニワンピか、ミニワンピが本当にドタイプで、最近の、最近ミニワンピが好きで、そう、ミニワンピなんですよ、それは。だから買っちゃった。ねえ、ブリン可愛いよね。いいよね、わかる。いや、マジみんな早く見せたい、早く着たいんですよ、私は。でもまだ暑いから着れてない。そう、マジでもう超可愛いから嬉しい。なんかエブリンの服を買って、エブリンのあのショッパーを歩いてる自分っていう姿、はい好きですね、エブリン。今私エブリン買ったんだって言っちゃった。え、手抜きファッションなの？なのか、まあ確かに、でも組み合わせ考えなくても、まあ確かに。え、そう、なんかラフォーレに行った時に、あのお店入ってめちゃくちゃ可愛い上着があったんで、アウターがあって、ちょっと待って、なんかこの髪の毛めっちゃ可愛いアウターがあって、あ、でその時は友達といたんですけど、あ、可愛いねって言って見ててで、そしたら、あ、違う、ちょっと話下手だな。その時 T シャツにめっちゃダルギで着ててそのダルギで行っちゃって、ダルギって言ってもまあ普通の服なんですけど、でちょっとあのガーリー系の服で行ってなくて、いつものみたいに、そうするとダルギで行っちゃって、で見てたら店員さんが、あ、可愛いねって話してたら、店員さんが、もしよかったらご試着できますのでぜひって言われて、あ、そうなの、ありがとうございますって言って、値札見たら6万7000円だったんですよ。買いそうだったってこと、私が優しい店員さん、声かけてくださって、もうびっくりしちゃって、びっくりしちゃって、本当にマジで本当に、お、高っとかじゃなくて、触ってすいませんみたいな感じで、マジでびっくりしちゃって、そう、ちょっとやばかった。そう、買いそうだと思われたってこと、めっちゃだるげで言っちゃったけど、そう、6万5000円から6万7000円ぐらいしてて、そう、触ってごめんなさいって感じだったよね。6万はちょっとすごい。そう、でもめっちゃ可愛かった。さ、人生で1回は買いたい、私、6万円ぐらいのお洋服、6万、うん、10万以内。でもさ、探したらあるのかな、18万とかの服、20万とかあるか、ありそうじゃない。でも正直そうだよね、3万、でもどうなんだ、ちょっとそんな、それ送るね、6万の送ってくれるの、優しい、ちょっとお願いしますお願いします、切実の願いで、はい、言ったので、はい、お願いしますよ、本当に怖いよ、サッチ。そう、え、嘘、そうなの、
ちょっとそっちには帰れませんよ。いつか帰るように頑張ろうかな。じゃあ上着は6万で T シャツは10万ぐらいだったかな。まあボトムス、このデニムは特注で8万ぐらいですね。あ、間違えた、特注でまあ28万ぐらいでしたかね。あ、靴下も特注で1万円です。あ、靴はもう特注で100万ぐらいですかね。ちょっと言ってみたいですよね。うきゃー、恐ろしい。あれ、変な画角だったね今。ソーリー。そう、てかさ、ホテルにさ、この自撮り棒持ってきてよかった。壁に竹替えればいいかと思った。今日さ、目にハイライトなくない？ちょっとわかんないよ、ルブタンって。何々の牛タンですか。今なんか今ちょっと我に返ったら恥ずかしい今の発言。ピース。そう、やだ、高い、恐ろしい。ねえ、また爪割れてない？大丈夫これ、お願いだからやめてね、爪が割れるのだけは。闇落ち、やばい、やめてくれやめてくれ。そう、あ、ちょっとね、悩みますわね。ちょっとギリギリまでお洋服買うか買わないか悩みます。買ったら報告します。そう、買ったら。報告しますね。めっちゃ爪伸びてる。じゃあ、ステッチあり。お母さん買ってやばい。サシさん、お疲れ。なんかめっちゃ言われるんだけど、最近全然だよ、マジで全然疲れてない。なんでだろうね。でも光の加減とかで疲れてみるかな。なんでだろうね。クマかな。なんか最近すごい言われる。なんでなんで、なんだろう。疲れてないです、全然。そう、私たち、ちっちゃい、ありがとう。え、マジで疲れてない。目のクマが疲れ、これね、クマじゃないよ、そっち。生まれつきね、ここがね、ちょっとね、くすんでるって言い方嫌だけど、アイシャドウ塗ってるみたいなの、生まれつき。クマじゃないのこれ実は。そう、でもこのおかげで目に影ができて、サチは目が大きく見えてるんですねポジティブなんで、まあ私ホテルならではの声のトーン、あ、それもあるな、低くしてるから疲れて見えるかな。ちょっとやめて、生きることに疲れる大丈夫、サチが癒してあげるわ。どうやって癒されるか人それぞれですかね。そう、サチの場合は、サチ割とでも、でもサチは本当、寝るのが好きなので、お休みの何もない日にも一日ずっと寝てるの、結構ストレス解消。でも一人ショッピングとかマジで好き。そう、あと友達とご飯食べに行ったりとか、なんかご飯は人と食べに行くの大好き。ファッションも、でもなんか試着とかするってなると、なんかちょっとだけ、もうどれだけ仲良くても、誰でもね、親でも
試着してもいいって感じになっちゃう。そう、わかる。ちょっと日本語下手だからね私。だからいろんね、みんなのそれぞれストレス解消法をね、うまく見つけて。でもなかなか見つかんない時もあるよね。何がいいかな。でも寝るっていうのは科学的にいいって言われてるのでね、とりあえず寝るのか。でもさ、寝ないよ、寝たら一番だよってよく言うけど、寝れない時もあるもんね。そうだもんね。おしめの声聞くのか。え、嬉しい嬉しいって、私のことをおしめじゃなかったらどうしよう。そう、じゃあ20分になったら終わろうかな。あれ、私何分からあれ見てる。あ、20分だ。あ、癒されない、嬉しい、よかった。はいはいはい、前髪がね、そう、大変なんでね。今日はセットして、今日の T シャツ何着てます？今日マウジーです。これプレゼントいただきました。センス良きすぎ、嬉しい。来ていただきました。ありがとうございます、誠に。嬉しい、公園生で見るのが一番元気で。嬉しすぎる、それ。ありがとう。公園でコールする。でもさ、それさ、物理的にもさ、ストレス解消じゃない？だって大きい声出すってストレス解消だよ。また生誕祭の時にプレゼント、え、どういうこと、どういうこと、プレゼントくれるの？嬉しいんだけど。嬉しい、マジで嬉しい、ありがとう。プレゼント嬉しい、マジで嬉しいの。やばい、なんかかさぶたが、大丈夫これ。こんばん、来てくれてありがとう。たち来てくれてありがとう。大丈夫このコスモト、ちょっと。そう、来週の生誕祭マジで楽しみ。楽しみと同時に、僕大久しぶりだからちゃんとできるかなって不安と、あと手紙 大丈夫かなっていう不安。完成するかな。いや、完成はそれするけど、ちゃんといいものが書けるかなと思って。名配信、やばい、 Wi-Fi 切れてる、つなげなきゃ。おそろっち、いやー、あ、 AI に書いて。でさ、そういうのあるよね今。そうだよね、あるよね。それまた隣の人からめっちゃ声聞こえる。踊ってるのかな。そしたらちっちゃ、ありがとう、ハート。ねえ、幸をみんなとお話ししたい、いっぱい。オンラインはね、まだある。でも、あ、でも大阪もありますよ。生誕スピーチ、サッチは可愛く、やめてくれ。やめてくれ、その予言は。やめるんだ、噛まないよ絶対に。ということで、あ、まだ今んとこ18円だったんじゃ。あれ、曲は STU、ちょっと耳すまして、あ、今、歌わなくなっちゃった。あ、歌わなくなった、急に歌わなくなった。サッチーのおでこ、需要あり、需要なし、どっちですか。
ダッシュちゃんありがとう。嬉しい、自由ありなの。ありなんだ。まさかのなしかと思ったのに、まさかのありなんだ。嬉しい。あ、ヨト。あ、そうだよ。ちょっとやっぱね、すっぴんってね、だんだん気になってくるんだよね。横あり立ちたいよ。STU で。STU で有名な会場も、いろんな会場、全国のいろんな会場を制覇したいですね。どうしよう、マジでめっちゃ聞こえる。どうしようかね、髪の毛。迷い中です。ノーデコ出しです。すみません。やばい、ゼップツアーしたいよ、満席で。どうやったらもっと広まるかな。え、武道館立ちたい。マジでガーデンシアター満席。毎日星に寝顔。これマジでガチ、嘘じゃない、マジで寝顔。本当にそう、マジで完売。まあね、言葉だけのこういう、願いはね、まあでもまあ言霊もあるんで、やっぱ発言していくっていうのは大事ですよね。そう、欲しい願い、みんなも欲しい願いをしようね、一緒に毎日。何ピノキオって、鼻が長いってこと。さっき言ったけど、クアトロ、そうだよ、クアトロさんで生誕祭を行わせていただきます。感謝感激。ちょっと待って、歌ってますよね、隣の方。ちょっと待って、聞こえてきたんだけど。ということで、あ、やばい、断じもさせていただきます。20分なっちゃった。これだ。それでは13位ギルスさん、12位ミヤヒーさん、11位キヨさん、10位パイオニオさん、パイオニオさん、わかんない読み方が、ごめんね。9位トンさん、8位マモルンさん、7位ターサンせんべいさん、6位ブルーさん、5位クマネパパさん、4位 STEFFF さん、3位王子様さん、ありがとう、ごめんね、ちょっと目だけ。2位太陽のこうさん、ありがとう、ピースピース。そして1位はノブさん、ありがとう、タワーもありがとう。で、待って、めっちゃ聞こえるんだけど。なんか喜んでらっしゃいますかね。まあ嬉しいことがあったのはまあいいですよ。ちょっと待って。ちょ、聞こえる、みんな。いや、全然聞こえなくてもいいんだけど。まあいいや。です。ありがとうございました。ごめんね、急に。え、めっちゃ聞こえる。ありがとうございました、皆さん。本日の配信はこの辺で。
やばい、この画角でさ、このちょっとボサボサ感でさ、斜め下向いたらさ、ちょっと ちょっと ちょっとなんかやだ、この画角。まあええわ、楽しいなら OK でーす。ありがとうございました。ということでね、皆さん本日も配信見に来てくださって、わかる、今日この画角怖いよね、ごめんね、でも今気づいたよ。皆さん本日も配信見に来てくださってありがとうございました。明日は軽く初日本番よろしくお願いします。頑張ってきます。グッズおすすめなのでぜひ、ピースピース。ということで皆さん明日も一日頑張りましょう。今日も一日、あ、よっちゃんね、おすすめじゃね、バイバイ。